こちゃん。ハッピーバースデイトゥーユー。おめでとう。ありがとう。おめでこ、おめでこ。ありがとう。おめでこ。はい、消して消して。パパパ。やられた。桃田くんは、ね、はい、28になりますね。28。どうしよう。すごいな、28だよ。全然実感なくて。かなちゃん28になるんだよね。28だよね。すごいな。ついこの間あのかなちゃんのニュースで、うん、桃田かな子かっこ27で私結構驚いたんですよ。かっこ28になる。ニュースとかってあるよね。ありますよね。結構、うん、あるある、びっくりした時ある。そう。どうですか28歳の抱負。全然実感がないんですけど、うん、女優さんとしてはどうですか。あ、ちょうど今、ね、見てますよ、ドラマの撮影。あ、いつも感想をくださって、ええ、ありがとうございます。いい演技をされてますよね。あ、もうありがとうございます。フジテレビ内もいっぱいポスターあったね。貼ってあったね。貼ってあった、うん、そう、ありがたい。でも私あの、休日に本当に何もしないんですよ、うん、でそれが、うん、そうでしょうね。そうだから、それをもうちょっと、いや無理だろう。あ、今日いい休日過ごせたみたいな休日を目指していきたい。うん、あ、ちょっと何かをするっていうこと。はい、こ、うん、28は任せて。じゃあ誘うか。誘うから。あ、本当。じゃあお家の中とかでもね、あのちょっとえ、まずはお家の中タコパーみたいなのから誘えばいいってことだよね。そう、そう、本当に。でもあの、でもこれみんなはたまは分かるって言ってたけど、うん、気づいたら同じところに4時間ぐらいいるじゃん。それはめっちゃわかる。お尻痛くて気づくよね。そうなの。そこは何やってんの。何もしないの。それは何もしてない。いるだけで。いるだけっていうか、あの本当に。でもわかるよね。だからもっと時間をすごい有効に、はい、使いたいです。やることいっぱいあるよ、うん、はい、はい。そう、これはですね、あの私の親友からお誕生日の日に送られてきたメールです。じゃあ読みますよ。改めてお誕生日おめでとう。生まれてきてくれてありがとう。レニー、出会わせてくれた神様本当にありがとう。気づけばレニーと出会ってもう約4年と半分だよ。なんか全然もっと前から出会ってるようなね、わら。多分周りから見てもそのぐらいの仲の良さだと思う。私にとってレニは一人の味方でもあるし、親友でもあって、家族と同じくらいすごい大切な存在。ほんと何があっても受け入れてくれるのはレニだけだ。こんなの初めてだよ。本当にレニは良き理解者であり、心の支えでもある。なかなか会えなくても何かあると気づいてくれて、助けてくれて、支えてくれてるおかげで毎日頑張れてます。なかなか会ってなくても会えば毎日一緒にいるみたいにノンストップで話せたり、話さなくてもすごく落ち着く居場所だったり。親友とはまさにこういうことだね。本当に世話ばっかかけてる私なんかのそばに離れずにいてくれていつもありがとう。もうね、なくてはならない存在だよ。あなたは私の中ではレニが一番。これから先何があっても、何歳年を取っても一生親友相方でいてね。うちらの絆の強さ、誰にも負けない自信がある。本当に自慢の相方、誰にも譲れません。これからもこんなんだけど末永くよろしくね。どんどん書きたいこと出てくるけどキリがないからやめ。これからもお互い助け合って支え合っていきましょう。とりあえず花の20歳、お誕生日パーティーしようね。10代も楽しいことあったけど、20代は10代の時以上にもっともっと楽しもう。最近は学生の時にはあまりできなかったことが今少しずつ叶えられてきてるけど、うちら次から次へと行きたいところがたくさん出てきちゃうから、これからも少しずつ果たしていこうね。ハッピーバースデー。どうですか。ちょっと感動したでしょ。ちょっと感動したでしょ。そう、これ20歳の誕生日の時にちょうど0時00分ぴったりに、あのそういうのあるじゃないですか、12時ぴったりに送るってやつ。それでぴったりに来て第1番目ですよ、誕生日にくれたの。そう、ずっとこれだけは消さないように、間違っても消さないように大事にとってあって、なんかすごい落ち込んじゃった時とかこれを読み返して
いつも頑張ってます。ありがとうございます。6月になりましたね。6月といえば、わー、ありがとうございます。ハッピーバースデイトゥーユー。いや、タマさんっていうかさ、私でしょこれ。いやいやいや、私の誕生日あさってだし。え？だから一週間出演を伸ばしてくれたんでしょ？うん。ほら、ちゃんとね、プレートにも、塩、ん？お尻じゃん。これ、え？お尻って書いてあるよ。間違ってる間違ってる。ねえ、私のケーキは？レニちゃん、次の収録の時じゃない？やだやだやだ、今日タマさんと一緒にお会いしてよ。何わがまま言ってんの？ちょっとね、17日も違うんだよ、レニちゃんと。だって絶対次の収録アリンじゃん。うん、アリンと一緒だと全部ケーキ食べられちゃうし、美味しいところ全部持ってかれるもん。あ、まあさすがに10年もやってるとね、いじられ方もわかってるね。うん。いやだってさ、この番組のことだからさ、絶対アリンには大きいケーキで、私にはちっちゃいケーキとかさ、そういうさ、ところで差し掛けてくるでしょ。いやでもほら、レニちゃんに愛されてるからさ。いや愛されてんのかな。愛の伝え方が他と違うんだよね。あ、ごめんレニちゃん、ちょっと封してもいい？せっかく火つけてくれてるからさ。いいよ。せーの、おめでとう。ありがとうございます。いやいいね、やっぱ誕生日ってワクワクするよね。いやもう本当に嬉しいですよね。ありがたいわ。いいな。ね、お願いだからさ、来週アーリンとはさ、ちゃんと分けてお祝いしてほしい。いやいや、それはでも来週アーリンが来るっていうのは決まったわけじゃないじゃん。絶対来るよ、あいつは。そういう時必ず来るもん。まあ否定はできないですね。ということで、まあ改めて玉井さん、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、タマさんのお祝いをしながら、出発進行、ナスの進行。ようこそ、バースデーパーティーへ。ハッピーバースデー、アーちゃん。ハッピーバースデー、アーちゃん。ハッピーバースデー、ディア、アーちゃん。ハッピーバースデー、アーちゃん。で、一日は、超有名な F1 ドライバー、ジョン・アレジさんの誕生日でございます。アーちゃん、おめでとう。すごいね、やっぱ久美子さんの。どっから出てくるんですか、それ。あれ、そういうことじゃないんですか。違うよ、あーちゃんの誕生日。あ、こっちのあーちゃんのお誕生日。新垣結衣さんのあーちゃんの誕生日だから。あ、そうだ、新垣結衣さんも。おめでとう。そうですよ、あーちゃん、おめでとう。ありがとう。おめでとうございます。お願いします。初めてモーグルで会った時のアーリー。はい、そんな王道な感じだと思って。本当よくここまで成長したよ、そっから。ありがとうございます。今ね、ももクロを全部仕切っていただいて、裏で裏でね、全部何がやる、はい、リーダー昨日もね、昨日も高いこっちだよ。高いね、大ごっちゃう。そうだよ、ブスはお前だろって言ってます。ブザブザだね。ねえ、だから言ってないよ。あーちゃん、一応全員年上なんだよって教えてくれるし。そうそうそう、作ってね、6ね、佐々木彩香と、ほら3年違うんだよっていう。だからね、あの玉井さんのところね、あれは番組で言ってるけど、ぐっちゃダメだよって言って。そんなあーちゃんね、あーちゃんであり、アレジであり、新垣さんの誕生日の、はい、メジャーデビュー、行くぜ怪盗少女の発売5周年を迎えるももクロのさらに10年後はどうなっているのか。2025年はいろんな意味で区切りの年になるみたいですよ。そうなんだ。まあ、例えばですけど、はい、平成だと37年、うん、昭和で数えると昭和100年になる。うわ、あ、すごい、平成37年。そう、昭和100年、うん、すごい、やばいね、うん、あ、ちなみにあのももクロ的には高木さんが32歳、最年少アーリンが29歳。最年少でも29歳、やばいよ。アラサーアイドルユニットになってますが、いや、やばいねこれ。あ、ちなみに私は30歳。30歳、ジャスト30。みそじ。やばいよね。やばいね。あの、今いるスタッフさんぐらいになるってことでしょ。まあ、そうだね、今周りにいるスタッフさんに近くなるよね。だいぶ、ね、結構さ、多分年下の人とか増えてるんじゃない、ね、なんか周りのスタッフさんにね。その頃にはマネージャーさんとかも年下のマネージャーさん。そうだよ、どうしよう、やだ、そんなのやだ。いや、いつまでも子供じゃないのね。じゃあそれでは、メンバー自ら2025年のももクロを大予想してみたいと思います。はい、じゃあ玉井さん、お願いします。わかりました。
2025年は、うん、やっぱり平均年齢30歳ってことで、やっぱ私たち結構ダンスがすごい激しいとか言われてることが多いんです。私たちがいつまで踊れるかっていうのはぶっちゃけ高木さん次第なんですよ。今の年齢から10年経つと少しダンスが控えめになってるんじゃないかとは思いますね。そうだね。まあ、徐々にそっちの方向にしていきたいなと、うん、だって今私たちギターやってるのもそのためじゃないの？そうだよそうだよ、将来バンドになるんだからちょっと見込みある、ね、頑張ろう。見込みあるよ。でもさ、言うてもまだ30なんだよ。まあ、そうそう、世間的に見たらこれからだよね、人生。言っちゃえば、私たちがね、憧れている嵐さんとかだって、うん、ちょうど今30ぐらいでしょ。そうだね。じゃあ私たちが、2025年にはちょうど嵐さんぐらいの、年になるってことです、うん、ね。そんぐらいにもなってたいよ ね、グループ的に。だって、やっぱ女性アイドルでその年までずっと同じメンバーで続けるっていうのを多分今まだあんまり見ることがないじゃないですか。うん、いや、私たちそこ目標だからね。目標だよ。いや、ももクロではいたいなとは思いますけどね。うん、高木さん、うん、一生ももクロ宣言してなかったね。そうですよね、うん。なんかちょっとさっき、2025年ももクロあったかなみたいなこと。お前、やってんのかな、自分が一番ね、うん、ももクロ一生宣言してんだから。そうだよね。頑張ります。一人でも、ももいろクローバー Z でやるって言ってんじゃん。そうだよね。TM レボリューションみたいな。西川さんみたいな感じ。言ってるからね、これはずっと高木さん。頑張ります。いや、でもやっぱ、川上さん曰く、いくつになっても続けられるということは、うん、家庭を持ってでも、うん、続けられるグループを目指してるけど。理想ですよね。じゃあ高木さん次予想してください。はい、わかりました。じゃあ行きます。これはですね、あと10年後ぐらいにはももクロも海外進出をして、おお、まあ海外的にも活動するわけですよ。そうなんですか。本当に予言者みたいな言い方だね。 それで、海外にもお家がある。おお、だから日本と海外を。すいません高木さん、ありがとうございます。建ててくれるんでしょ。いやいや、待って、高木ハイツ、高木ヒルズ、ヒルズ、高木マンション。ねえ、ちょっと不覚にも桃色パンチの時代に、うん、そこのスタッフさんと、うん、約束をしてしまってそんなにすごい約束したの、ね、そう、売れたらマンション買ってあげるねって言っちゃったらしくて、何年か後にね、玉井さんがそのスタッフさんに遭遇したらしいんですよ。あって、仕事でね、なんかその人がおーとか、なんかレニーが売れたらマンション買ってくれるって言ってたんだけど、ね、覚えてたって、覚えてるかって聞いとけよとか言われて、そうそうそう。そしたらね、周りのスタッフさんも、ね、みんな便乗して、ね、いや、やっぱ高木さんが一軒ね、ビルとかマンションとか建ててくれたら、みんなでほら仲良く住めるから。おかしいでしょ、高木ビルって。高木ビル。イエーイ。いや、おかしいでしょ、イエーイじゃないから。お願いします。おかしいでしょ。海外ね、いいですね。うちらも頑張ろう、もっと。頑張ろう、2025年に向けて。そう、海外にも住めるように頑張ります。うん、ちなみに高木さん翻訳らしいですけど。いや、じゃあ、それはね、ちょっと。32歳。すごい気にしてるんですから。いや、女の、30代の役年は怖いらしいですから。そうなんですよね。ちょっと対策しといた方がいいんじゃない今。ね。そこはちょっと心配だね。心配だね。ももクロ30代になるってことは、みんな、役年が来るって。そう、来るってこと。ことだから。やっぱそれも高木さんからね、ちょっと言ってもらわないと、様子見つつ、高木さんがどんな役だったかによって、私たちもそれ以降の対策は考えるから。そうだね。何もないように、役払い、今から対策しときます、うん。頑張ろう。はい、頑張ります。5年ね。うん。どうなってるんでしょうかね。でも多分高木さんが一生ももクロ宣言してる限りは、うん、ももクロは存在してると思うからね。そうだね。私たちも頑張るので、皆さんもついてきてください。お願いします。